はい、ヤルクマです。今回はオクラの栽培をまとめていきます。オクラを栽培する上で最も重要だと思われるのが種まきや苗植えの際の気温です。オクラは1日の最低気温が15度くらいないと成長しません。夜間の最低気温が15度以下の場合、仮に種を早まきして芽が出ていたとしても成長しないまま徐々に弱ってしまいます。なので種をまく場合も、苗を購入して定植する場合も、週間天気予報の最低気温をチェックして15度くらいになるのを確認しましょう。種をまいてから1週間で発芽してきました。発芽は意外とばらつきがあるみたいです。だいぶ成長してきました。ここまでに一度苗を間引いて、現在3本仕立てになっています。以前何年かかけて1本仕立てから4本仕立てまで何本仕立てが良いのか実験したことがあるのですが、ヤルクマ的には1本仕立てもしくは2本仕立てまでが良いという結論に至ったので、この後もう一度間引く予定です。そしてここまで大きくなりました。ということで収穫していきます。そしてこれがこの日の収穫です。また別の日の収穫です。そして秋になり、寒くなって実ができなくなった頃のオクラの茎です。茎というより木の幹みたいになっていますね。それでは今年一番大きく育ったオクラの長さを測ってみましょう。地上部分にメジャーの端を合わせて、ここまで325ということで3m25cm もあります。すごく伸びましたね。ものすごく伸びてたくさん実が取れるのはいいのですが、この後が大変です。残った残骸を片付けなければならないのですが、茎が硬くて太いため強力な道具が必要になり、毎年ナタかチェーンソーを使って残骸処理しています。ということで以上でオクラ栽培のまとめを終わります。それじゃあバイバイ。